宗方志向9月5日から1975年9月13日は日本の版画家20世紀の美術を代表する世界的巨匠の一人青森県出身川上澄夫の版画初夏の風を見た感激で版画家になることを決意1942年以降彼は版画を版画と称し木版の特徴を生かした作品を一貫して作り続けた1903年 刀鍛冶職人である、宗方幸吉と佐田の三男として生まれる。豪雪地帯出身のため、いろりのすすで目を病み、以来極度の禁止となる。少年時代に、ゴッホの絵画に出会い感動し、ゴッホになると芸術家を目指した、青森市内の宇藤神社でのスケッチを好んだ。1924年、東京へ上京する。定点や白日開店などに油絵を出品するが、落選が続いた。 1928年、第9回定点に、雑園を出品し、入選する。1930年から、文化学院で、美術教師を務める。1932年、日本版画協会会員となる。1934年、佐藤一英の詩、山和市美しを読んで、感動、制作のきっかけとなる。1936年、国画展に、出品の山都市美しが、 出世作となり、これを機に、竜宗義、河合勘次郎ら民芸運動の人々と交流するようになり、以降の宗方芸術に多大な影響を及ぼすことになる。1945年、戦時疎開のため、富山県西都並郡福光町に移住。1954年まで座住した。志向はこの地の自然をこよなく愛し、また多くの作品を残した。1946年、 富山県福光町栄町に住居を建て、自宅の八丈館のアトリエを、小遊牙祭と名付けた。また住居は、谷崎純一郎の命名によって、愛前園と呼んだ。現在は、栄町にあった住居を、移築保存し、小遊牙祭として、一般公開している。1956年、ベネツィアビエンナーレに、有作する女者たちなどを出品し、日本人として、版画部門で、 初の国際版画大賞を受賞。1969年2月17日、青森市から初代名誉市民賞を授与され、翌年には文化勲章を受賞する。1975年9月13日、東京で肝臓癌のため営民、同日付で増樹三味、青森市の三内霊園にゴッホの墓を模して作られた、青眠り碑と名付けられた墓がある。 胸方は大変な禁止のために、メガネが板につくほどに顔を近づけ、軍艦マーチを口ずさみながら、版画を掘った。第二次世界大戦中、富山県に疎開して、浄土新宗に触れ、阿弥陀如来像、蓮如商人の作、五二ガ白道の作、割立て調整願い、必死無常道などフつを題材にした作品が、特に有名である。今までの自分が持っている一つの自力の世界、 自分というものは自分の力で仕事をするというようなことから、いや、自分というものは小さいことだ。自分というものは何という無力なものか。何でもないほどの小さいものだというあり方自分から、ものが生まれたほど小さいものはない。そういうようなことをこの新衆の競技から教わったような気がしますと言っている。ま、た大のねぶた好きであり、作品の題材としても描いている。 中には歓喜する自身の姿を書き込んだものもある。また生前ねぶた祭りにとべ人として参加している。映像や写真も現存する。一般に、版画家はまとめて、作品をすり、必要に応じて、限定番号を入れるが、村方は、こうしたやり方を嫌い、必要な時に必要な枚数をすり、その時点で必要であればすった日付とサインを入れた。胸型がサインを入れ始めたのは1955年。 前後であり、戦前の作品にはサインがない。作品の題名が変わることも頻繁にあり、注意を要する。一方、宗方の肉筆画作品は、大和画と言われ、国内外で版画と同様に評価を受けている。宗方の代表作の一つ、中央二十代弟子、六曲一層屏風にするため右に、文樹、左に、巨言の二菩薩を追加して仕立てた作品。 東京国立博物館に展示されていた幸福寺の十代弟子、特に四五代から着想を得て制作された。この時の胸方には十代弟子について深い知識はなく、完成後に資料を見てそれぞれ名付けたという。そのため、従来の図用とは無縁であり、印象なども正確ではない。しかし、普通に近づこう得のを葛藤し、吠えるものすらいる弟子たちの姿を、 力強く生命力あふれて表現しており、彼らの人間性や精神性までも感じ取れる。宗方自身は、下絵も描かず、半木にぶっつけに、一気化成に、約一週間で掘り上げたと語っている。確かに掘りに用した時間は一週間程度なのは、確かだが、実際には、構想を得てから約一年半の間に実行し、数百枚もの手ならしが残されており、 極めて入念に制作されたことがわかる。半木は両面を用いて6枚使っている。半木を無駄なく一杯に使い、板の枠ギリギリの柵も複数ある。東京の自宅が空襲で焼けてしまったため菩薩の半木が消失してしまったが、5枚は疎開する際、ロッキングチェアを運ぶ添え木として使われたため難を逃れた。1948年に菩薩像を掘り直しており、姿も変わっている。 改め国前の作品は、宗方志向記念館、総持寺、富山県美術館、千葉市美術館、大原美術館などが、改め国後は、宗方志向記念館、宮城県美術館すり、南都市立福光美術館、栃木県立美術館、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、パラミタミュージアム、柏市砂川コレクション、小平一平串田中朝国美術館、 町田市立国際版画美術館、流泉寺などが所蔵。なお、各図の配置は屏風によって、不統一で、胸方は裁判年まで10人の名前と並べ方を考え続けている。一貫して、同名、同一なのは、目県連、守母台、シャリホツの3名のみで、時期によって名前も位置も変化する。1967年に、胸形版画美術館所蔵作品の並びを、 基本とすると宣言するものの、実際には、その後何度も並び方を変えている。こうしたことは、以後の作品にもあり、完成に満足しない、胸型の姿勢が伺える。本作は1940年代15、開国が開店出品し、翌年スケ文章、1955年第3回、サンパウロビエンナーレで、版画部門最高賞、翌年のベネツィアビエンナーレで、 グランプリの国際版画大賞を受賞している、宗形志向記念館、ありがとうございます。